はい、こんにちは。まったりおじさん桂馬でございます。久しぶりの COD モバイルやっていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。すいません。さあ、トップ10目指していきたいですね。よろしくお願いします。さあ、どこに行こうかな。あ、ちょっと距離が。まあいいです。これなんだ？何もない。あ、ホルガー上がったよ。はい、どこだ。ああ、だいぶあるな。1キロ912メートル。わお。よし、いけいけ。まあね、この1週間ちょっと動画を投稿しなかったんですけど、何もその1週間のちょっとの間、ゲームをしてなかったわけではなく、ゲームやっていたんですけどね、COD モバイル。なかなか、一進一退、勝ったり負けたりを繰り返していて、なかなかね、レジェンドまでいけないんですよね。今ね、グランドマスターの4で、この勝利、トップ10ぐらいに入ったら、グランドマスター5に上がれるんじゃないかなというところなんですね。まあ、時間がね、まあ、時間もなかったわけではないんですけれど、最近ね、2週間ぐらい前から、オートミール。皆さん、オートミールってご存知ですか？オートミールに目覚めて、朝昼晩のご飯のうち、朝はね、グラノーラを食べているんですね。そして、お昼にオートミールを、食べているんですけれど、そんでね、オートミール、まあ、いろんな料理がありますよね。YouTube にも、オートミールの料理いっぱいあるんで、まあ、それをね、作っています。オートミールのパンを作ったり、あと、カルボナーラ風のリゾットを作ったり、あと、お茶漬けとか、いろんな調理法があって、まあ、美味しいんですよね。まあ、いわゆる、糖質ダイエットっていうやつ、糖質カット。今ね、いろんな商品が糖質カット言われてますよね。ビールもプリン体カット、糖質カットという感じで、まあ健康志向というかね、僕の場合ね、体重をね、減らさないと、足に負担が来るんですよ。今ね、ちょっと運動も控えてるんですけれど、坐骨神経痛から進んできて、右足がね、かなりね、傷んでるんですよ。で、昔はね、1日1万歩以上歩いたり、運動なんかしていたんですけれど、ちょっとね、歩きすぎると、やっぱ右足に結構負担が来るんですね。で、この前、整体師に行ったら、いるね。打ってきた。いいよいいよ、打ってこい、打ってこい、打ってこい。多分、挑発かな。無視無視。で、整体師の先生がおっしゃるには、まあ、運動するのもいいんだけれど、まあ、その坐骨神経痛から来る痛みがね、右足に広がってきてるんだったら、まあ、あまり無理することはできませんと。で、それと、まあ、運動、適当な、適度な運動と、あと、食事で
体重減らした方がいいんじゃないでしょうか、いるね。と言われたんですね。だからそこで、まあ、ちょっと、糖質カットを、低カロリーの、いるね。料理を、作って、食べているところでございます。元から入る。おい。様子見。二人いる？お、来た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 。出て行った。ああ、隣か。下手っぴだな、おじさん。やっとだよ、お前。まだいるぞ。はい、くる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 。来い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 。また来るから様子見で。よし。まだいるな。もう来ないか？あ、まだいるな。よし。ちょっと様子見よう、ここで。でね、まあ、糖質カットの、オートミール料理を食べているということなんですけれど、体重は、まだ、オートミール食べてから1週間ちょっと、2週間ぐらいかな。で、凝った料理を作り始めて1週間ぐらいなんですけれど、まあ、凝った料理というか、結構オートミール料理って簡単にできるんで、パンもね、小麦粉を使わないでオートミールでパンができるんですよ。簡単に、電子レンジで。それがまあ美味しいんですね。パンもいろんな種類があって、ベーグルとか蒸しパンとか、いろんなパンの種類があるんで、あ、ココア味とかね、抹茶味とかね、いろんなのがあるんで、結構美味しいですね。まあこれで食べながら、ね、体重が減ってくれればいいなと思っております。まだね、体重そんなに激しく減ってるわけではありませんけれど、少しは体重は減ってきているかなというところですね。お、さあ、どこに変わるかな、アンチが。アンチ、アンチ。まあ僕のね、YouTube のチャンネル、あと2つあるんですけど、CMM っていうチャンネルで、クッキングおじさんというね、タイトルで、オートミールの料理を、紹介してますんで、よろしかったらどうぞ、CMM の動画もご覧くださいませ。よしけい、この卵って何だろう、丸いやつ。あ、いろ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 。よし。急げ急げ。まあね、料理あまり作らない人なんですけれど、そのオートミール料理がね、意外と簡単にできるということから、ちょっと料理にはまって、今日もね、100円ショップに行って、料理道具、をちょっとね、買ってきました。まあ100円ショップなんで安いんで、まああれこれと揃えることができるっていうのはいいですね。はい。まあ、オーブントースター、トースターはあるんだけど、オーブンがないんで、ちょっと本格的な料理はできないんですよね。まあ、オーブントースターでもいいのかなとか思ったりするんだけれど、ちょっと安物のトースターなんで、ちょっと大丈夫かなというところなんで、電子レンジを使ってできる料理、あとフライパンとかあるんだね。そういったものでできる料理をね、ちょっとまた、研究、開発していこうかなと思ってます。
まあ、これで食べながら体重を減らせることができるといいですよね。はい。ちょっとね、そういった料理作りにもちょっと時間をね、かけているんで、ちょっとゲームをする時間が。で、いるかもしれませんけどね。そこはご了承ください。そったれ。よし。あ、汚い言葉を使いました。ごめんなさい。うんこたれでしたね。お、何やってる？これ何これ？何これ？あ、なんかもらえるってことか。あ、イースターの卵。うん。1個しかもらえないんだ。まあいいです。隠れとこう。あ、窓がちょっと窓が。まあやばいな、ちょっと。ここはやばいな。あ、来たよ。まあね、全然うまくなっていかないんでしょうね。うまくなりたいな。よしよし、あれ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 。さあ、来い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 。どっちから来るか？こっちか？ボットなんだけどね。後ろだよな。ボットだよな。よし、なんとか、いけたね。ヘリが来た。やばい、やばい。足りない。くそ。できてるの？私の方に。もう後ろ来ないよな。お、トップ10入った。あ、上が危ないかな。もう後ろ来ないよな、もう。まあ、来たらわかるわな。
さてこれからなんだよね。おじさん下手なんでキャラコンとかうまくできないんでね。よし。よし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 、いよいよ。来いよ来いよ。泳ぐ。いけるか、間に合うか。もうこっちから来ないよな。ふと指が熱くなってきた。あそこだよな。あ、岩の上か？ここにはいないか？いそうな気もするんだよな。あ、いなかった。岩の上だな。岩の上から狙ってくるか？いや、マーケットの方にいるんか？あ、いた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 。やっぱ岩の上だよな。あ、向こう側に行った。いるよな。まだ3人もいるのかい。あ、いた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 。そっち、ああ、セーフゾーンでやられた。もう、もうちょっと早く行けばよかったな。
まあまあ、こんなもんです、おじさんは。よし。よし、グランドマスター5、上がりました。はい、お疲れさんでございます。この調子で、レジェンド目指して、あ、やはりイースターエッグを発見し破壊。あ、壊すんだ。集めるんではなく、あ、そうなんですね。わかりました。ちょっとまた集めて破壊。あ、あれ破壊すればいいんだ。黄色いやつを撃って、バンバンバンって。で、撃ったやつを取ればいいんだ。そういうことね。おじさんやっと理解できました。ありがとうございます。はい、ということで、なんとか、レジェンド、近くなってきましたよ。メール、はい、ランクアップ報酬、ありがとうございます。それとね、これ AK、なんかね、あなたの AK47、プレイメーカー、いずここにありますよ、というのがあったんで、AK、プレイメーカーをね、ゲットすることもできました。はい、ということで、一週間ちょっとぶりぐらいの COD モバイルでございました。レジェンドがね、ちょっと見えてきましたんで、レジェンド目指して頑張ってやっていきたいと思います。それと、オートミル料理、興味がある方はね、私の、メインチャンネル CMM をご覧くださいませ。はい、ということで、今回この件で失礼します。